どこで抜けてるの？TikTok でめっちゃチル音楽流れてた。これ TikTok？ こんな音楽流れてた。聞こえる？音楽が流れてたけど、あ、これで鳴っとったこれで鳴っとったねえ、乗れる乗れないな、ねえ、乗れないな。いた女性だった本人。あの人すっげえガニ股じゃないって言ったら、男の人はバレエとか新体操とかしてる人は、あ、そうなるなるなる、うん、多分なんかやってると思う。確かにこんなになるけど、こうやって出た、あそこ、これさ、これさ、到着。コンビニも近いし、いいでしょ。私あれ買ってくる。本当に。あら、来ました。これやっちゃいました今日は。怒られないよ。もう24歳になっても怒られるのやだ。やだ。友達に反抗的な顔しちゃう。いや、怖い顔。はい、ということで107駅目ぐらいかな、多分107駅目、押し上げと言ったらスカイツリー、スカイツリーの前で歌いたいと思います。では、1曲目先ほど、ご要望ありましたラッドインクさんのスパークル、歌いたいと思います。聴いてください。スパークル。シャットなんですよね、流れない。シャットなんです。どこで始まりやったどこ、もう一回いいですか。ちょっともう一回、すみません、もう一回いきます。どこだった入ってるでしょまだこの世界は
リニーのベルと申します。ただいま修行ライブということで、歌をもっともっと上手くなるために、東京都内の各駅で路上ライブやっております。ほぼ毎日、ほぼ一日やってるので、よかったらお待ちください。お願いします。不意に時は来て、昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だろ。経験と知識と髪の赤かった勇気を持って、未だ勝てないスピードで君の元へダイブを。Many